パニック・アット・ザ・ディスコ。パニック・アット・ザ・ディスコは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス近郊のサマーリン出身のロックバンドセカンドアルバムをリリースするにあたり、名前のパニック・アット・ザ・ディスコより、を外したが、現在は、を付けた方が正式名称。変わった名前の由来には、諸説あるが、イギリスのバンド・ザ・スミスの曲である、 パニックの一節を引用したものという説が一般的である。多くのバンドが辿るデモテープの自主制作からライブを行うという道を結成当時メンバー全員高校生だったために金銭的な面から辿らずにインターネットを通じてホールアートボーイのベシストピート・ウェンツに自作曲を送るという賭けに出る。これは長い曲名、風刺に富む、地余り気味な歌詞など ライアンが、ホールアウトボーイに少なからず影響を受けていたためで、ある。その後、ピート本人が、ラスベガスまで赴き、彼が運営するレーベル、リケイダンスレコードからの第一弾アーティストとして、契約することになる。ライブではメンバーが1920年代調の、クラシカルな衣装を着て、本物のサーカス弾を交えたパフォーマンスを行ったり、 バーレスクや見せ物小屋のような雰囲気のセットで観客を引き込ませるエンターテインメント性に満ちた作りになっている。また、ミュージックビデオもクラシカルやミュージカル形式であったりするものが多い。2005年9月27日にファーストアルバム A Fever You Can't Sweat Out を発売。その中からのシングル I Light s i n s Not t r a g e d e が世界中で爆発的な日同士。 アルバムも200万枚のセールスとなった。MTV ビデオミュージックアーズでは、ベテラン勢、マドンナ、デッド、ホットチリペッパーズなどがノミネートする中、アイ <I S 1> ライトシンズノットトラジェデスの PV でビディオフザイヤーを受賞。2008年3月25日にセカンドアルバム、プリティー・オットを本国アメリカで発売。ファーストで全面に押し出していた、エモを消し去るほどの ビートルズをイメージさせるような曲調へと変貌を遂げている。ビルボードのデイリーチャートでは初登場1位、ウィークリーでは初登場2位を獲得する。日本では4月9日発売。2009年7月6日に公式サイトにて、ライアンとジョンがさらなる音楽を追求するためバンドを離脱することを明らかにした。ツアー以前から メンバーそれぞれの音楽の方向性が異なってきていたバンド内で話し合った末の答えだというライアンとジョンは現在というバンドで活動している2009年8月に映画ジェニファーズボディへの挿入曲ニューパースペクティブをリリースこれを機に名前を結成当時のパニック・アット・ザ・ディスコに戻している2011年3月22日にサードアルバム バイセスバーチズを発売。ファーストアルバムにあったエモサウンドに回帰している。日本では4月13日に発売。2011年5月にインディーロックバンド、ファンとのコラボレーション楽曲、C.I.M.ON をリリースした。また、同年発売のゲームソフト、バットマン・アーカムィサウンドトラックに、新、マーソンリーを提供した。2012年に2009年から、 ツアーメンバーとして参加していたダロン・ウィークスが正式メンバーとして加わり3人体制となる。2013年10月8日にはホースアルバム2ウ e ア r d と l i v e 2レア a r to を発売。2015年4月スペンサー・スミスが脱退を表明。プリティー・オット発表当初からアルコール 薬物依存症を抱えており、克服するべく投薬による治療を続けていたものの、それが長引いたことが理由としている。スペンサーの脱退表明後、間もなくしてバンドは、シングル、アレルヤを発表。何の予告もなく突如リリースされたものの、全米シングルチャートでは、アイライトシンズノットトラジェデス以来のトップ41を記録した。同年10月には、フィフスアルバム、デスオブ、 A ・バチェラーを翌年1月にリリースすることを発表。発表に際し、ベーシストのダロンがツアーミュージシャンに席を戻したことも明かされ、ダロン自身もツイッター上で今後曲作りに参加することはないと明言している。これにより、バンドにおける正式メンバーはブレンドン・ユーリーのみとなった。イギリスの大手新聞社が繰り広げたエモ批判によりパニック。アット・ザ・ディスコや マイケミカルロマンスなどのエモバンドは子供たちに悪影響を与えるという理由でバッシングが起こる。また同じラスベガス出身のバンドザ・キラーズのブランドン・フラワーズからパニック・アット・ザ・ディスコは危険なバンドと揶揄されバッシングもエスカレートした。現在、ブランドンとは和解したようである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。